なんちゅう左サイド最高でした。マジで？あ、だからそれこそね、あれだよね。ごめんね、否定するみたいな感じになっちゃうけど、ナチョのポジショニングだったり、上がりのタイミングとか、まあかなり気になる部分あって、まあ生配信中に言ったけど、それでもね、昨日、それこそ、まあ採点みたいな、ツイッターとかいろいろ流れてくるんじゃん。かなり間取り危なかったじゃん。僕、ほんと結果逆になってても全然おかしくないと思うんで、ってなった時に、もうなんか間取りの方は絶賛、パリの方は超罵倒されてるみたいな。まあ、それはそうなんだけど、サッカー界って。まあ、そのぐらい、もう結果で同じことしても、変わるんだなみたいな思いました、ね、だって昨日マドリー負けてたらナチョなんてもう言われまくりだったと思うよ俺。昨日のパリマドリーは本当になんかこうサッカー界のきつさというか辛さをより一層この感じましたよね。パリの選手の気持ちになると 2-0 で突破だってなってとこからあれ失点してもう1点入れられたら同点になって、まあ、マドリーホームだしきつくなるじゃん。ってなると選手のメンタル的にはさめっちゃ給料もらってるし、それこそファンの目だけじゃなくてチーム内でも何してんだみたいになるしみたいな、ってなるとどん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 プレーが固くなるみたいな、その一回あの状況想像できるだけ想像できる限りのダイブをするとさやっぱきつくてさ、逆にねリバプールの選手とかいくらインテルがね一人少なくなったといえあの状況でちゃんと落ち着いてねボール回してゲーム落ち着かせるみたいなさ、ああいう風格のある戦い方っていうのあれできたのすごいなみたいな、だからそのぐらいプロって異常なプレッシャーの中で戦ってるからね、それ理解した上で批評していきたいですけどね。でもまあ基本的にはそういう人ばっかりじゃないっていうのは分かってたことなんだけど改めて刺さりましたね。そのままでその声で折れそうになる夜乗り越えて、あの日の僕が欲しかった言葉をあの日の僕と重なった君へ、必要なのは微調整、自分曲げず尖らせ歩こうぜ、わかってほしいだなんて言い訳、吐き出すのは空にだけ。 Walk with pain, walk with pain、 今は少し眠らせて、同じ夜が来るのを怯えて、足りない何か教えて。 Walk with pain, walk with